セフヨンテクトが表面処理されている床下給水和風便器、TOTOC75U セフヨンテクトは表面処理技術の一つであり、TOTO が特許を取得し、1999年から同社の大小便器、洗面器などの衛生陶器に使用されている。釉薬を焼き上げ、100万分の1ミリメートル単位に滑らかにし、イオンバリアを表面につけ、汚れを跳ね返すことができる。 純度の高いガラス層を摂取線2 0 0度の釜でじっくり焼き付けたことで美しさが持続しセフィオンテクトで焼き付ける 0.2mm の特殊なガラスにより便器表面の平滑が実験上は100年近く継続することが確認されている。セフィオンテクトが生有されている製品にはセフィンテイクトと書かれたラベルと抗菌効果の説明ラベルが貼り付けされている。 最近生産された製品では、セフィオンテクトが標準化されたこともあり、セフィンテイクトと書かれたラベルは割愛され、抗菌効果の説明ラベルのみが貼られており、抗菌効果の説明ラベル貼り付けがセフィオンテクトが、生有品であることがわかる。また、セフィオンテクトが生有されている製品は、一般品と見比べると表面が、メタリックのような光沢になっている。ありがとうございます。